ではシネルマイスターに行くようになります。私、清木に話をお伺いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。まずは、先週一周迷い切りに騎乗されたと思うんですけれども、はい、この時の感触であったり手応えというのを改めて教えていただけますでしょうか。はい、その前の週に島田騎手が乗っていて、かなりいい動きだったと聞いていたので、僕自身結構期待していったんですけど、ちょっと自分が想像しているよりは、動きにちょっといまいちだなという感触でした。前回騎乗されたのが、マイルチャンピオンシップ2着の時だと思うんですが、その時と比較してはいかがでしょうか。そうですね、新馬の時から、若いうちからね、この馬のことを知っていますけど、ゆるさっていう部分では、大きくまだまだ緩いかなという感じがします。そこから何かこう成長であったり上積みであったり変化などを感じる部分というのはありますか。そうですね、パワーはついたかなという感じはします。さすがに、はい、年も重ねていますし、ただまだまだやっぱ緩いなという感じです。で、今日の追い切りに関して、印象であったり手塚調教師などとお話しされたことなどがあれば教えてください。まだ話してないです、はい、前走前々走とクリストフルメールジョッキーが騎乗されたと思うんですが、そのあたり何かこのシネルマイスターに関してお話しされたことなどはございますか。そうですね、結構昔に比べて前向きさが出るようになったとはクリストフさんも言ってたので、そういう部分に関しては距離短縮いい方に出てくれるんじゃないかなと思います。その距離短縮 1200m という距離に関して、で中山というコースに関して鍵となる部分はどういったあたりだとお考えでしょうか。マイルでもやっぱりこう、いつも後ろからですし、マイルで後ろからとなるとスプリントになるとより一層後ろ側になると思うので、ちょっと追走にだいぶ苦労してしまうんじゃないかなという心配があります。最後にファンの皆様に向けて、レースに向けて意気込みをお願いしてもよろしいでしょうか。はい、すごく強い馬だと思います。今回は本当初めてのスプリント挑戦ですし、あくまでチャレンジャーの立場として1年前さといい結果残せるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。